このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではこねないパンを作っていきたいと思います。このボウルに強力粉 430g が入っています。こちらに塩小さじ1、それからイーストも入れます。イーストは小さじ4分の1、ものすごく少ない量で大丈夫です。まず先に粉類だけをよく混ぜて、お水を入れていきます。ざっくり混ぜます。混ぜるときは外側、内側、外側、内側という感じで混ぜていきます。底の方に結構粉がね、たまるので、ひっくり返してざっくりでいいです。こんな感じで OK です。この状態でカバーをして12時間から18時間寝かせます。銅の方12時間経過しました。見えますかね、表面にプツプツ穴が開いて、中の方にちょっと気泡が溜まっているの見えますかね。こういう風になったら準備ができた証拠です。これを一度まとめ直してまた発酵させます。結構ベタっとした生地で、手でやると思いっきり手にくっついてやりにくいので、私はこういうふうにガス抜きしています。上に粉をつけてやっていきます。自分の持っているキャストアイロンパンの中にこのようにオーブンシートを敷いて、この中で二次発酵をしていきます。ベタベタする生地なので、スケッパーとかでこうやって流し入れちゃって大丈夫です。でちょっと形を整えてあげて、カバーをして倍の大きさになるまで発酵していきます。はい、それでは銅が2倍の大きさに膨らみましたので、一回このね、紙ごとボウルとかに移して、この容器だけをオーブンで温めていきますね。ちょっとトリッキーなんですけど、せーのでこうボウルとかに置いて、この容器だけをね、温めていきます。230度に予熱します。はい、それではね、10分オーブンの中でから焼きした容器の中に、よっくらせ、また入れて、今度は蓋をします。蓋をして30分焼いていきます。
はい、蓋を取って再びオーブンに戻して15分ぐらい焼いていきます。10分間焼いてきました。うちのオーブンちょっと強いみたいで15分も焼かないで大丈夫でしたけれども、各自オーブン の強さが違いますので調節してみてください。はい、美味しそうに焼けています。このこねないパンはこの鍋がないとできないので、これのためだけにでも買ってもいいぐらいですよね。こねないで本当に動画の通り混ぜるだけ、こうザクッと混ぜるだけで本当にこねないでこういう風にハードクラストのパンが焼けますので、はい、とってもおすすめです。こんな感じでね、結構気泡がねボコボコ入って美味しく焼けるんですよ。もうちょっと内側切ってね、すごいよく焼けるんです。これがほらすごいもっちりして、ほら分かります、すごいコシがあって美味しいパンに仕上がりました。うん、本当に美味しい。イギリスってなかなかこういうハードクラストでこういう風に気泡がボコボコ開いたフランスパンってあんまり売ってないんですよね。なのでこれが焼けた時には本当に感動しました。しかもこねない方がこういう風に気泡がたくさん入ったね、美味しいフランス風のパンが焼けるんで、とってもおすすめです。はい、今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。